今日はちゃんとメイクしてるの私。おーやる気満々。はい、じゃあ今日はみーちゃん家でドーナツですね。ドーナツ、ドーナツを作ります。うん、フライヤーを使ってドーナツを作っていきます。はい。では始めていきます。はい、じゃあ 2,30 分ね、寝かした生地です。生地、小麦粉とか、ね、ホットケーキミックスですね。ホットメイク、ホットなんかでかいね、思ったよりでかかった。めちゃめちゃでかかった。うん、手ぐらいあるもんね、上がすごいすごいでかい。で、相変わらず場所はここね。場所は相変わらずコンセントのすごいなんかでもこの量だと1回で伸ばせないな、ね、うちのキッチンが狭すぎて。ここが欲しいよね、ここ。そうそう、ここ短い、ここ短いどうしたマジで。コラボの時とかも粘土遊びのようにやってましたね。そうなんだよ、うん、粘土遊び楽しいよね。あ、ネイル変えた？ネイル変えたね。ネイル変えた。今じゃないだろ一番今じゃないだろ。でこれ1センチぐらいに広げるって感じ。そうそうそう、だいたい1センチすごい。おお、なるほどね。そうだね、やっていきましょう。コップを使うってところがすごい面白い。真ん中抜くやつ私何してたのトッピングで途中参加する予定なので今はまあ見る担当すごい、肌もめっちゃ綺麗に映るわ。本当？このライト？このライト。マジ優秀じゃん。優秀。いつもつけないもんこれ。本当？じゃあこれ YouTube 用。ここがいい感じのサイズね。うん、やっぱこれラブだね。ラブだね。これ何？穴どうやって開ける？これに。こいつですね。そいつか。おお。おお、すごい、ドーナツだ。ドーナツだね。ドーナツだ。なるほど。これなんか余熱みたいな感じ。そう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 。へえ、すごい。イエス。行きます。どう？お、え、ここなんだこれは。乗せるのね、これに。よいしょ。これがノンフライヤーです。ノンフライヤーです。ノンフライヤーです。差し込んで。もう始まってますね。へえ、始まった。はい、始まってます。簡単だ。はい、今日は私も活躍してるかな。同じ方向向いてる、隠れるやんな。湯煎の準備をしてくれてます。しております。しております。そして私はまた見てる見る人あれなんだっけ、あの名前、ノンフライヤーノンフライヤーがあとちょっとで出来上がります。楽しい。これをどうするって。それを最初はあ、思ったよりも手にくっつくねこれ。あ、そうそう、だから結構打ち粉多めに、打ち粉多め、うん、そう、ほっ、あ、なるほどな。あ、綺麗に取れた。あ、すごいじゃん。綺麗に取れた。めっちゃ上手。やっぱ打ち粉だ。打ち粉の力すごいよ。打ち粉の力。打ち粉多め。出ない。え？すごいわ、でも。ドーナツ作ってる私。うまいんだけど。どうしよう、才能を発揮。え？え、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗よ。あのバレンタインのデコレーションのやつ買いに行ってた時に、すでにカップルで来てる人が、てか何組か結構いて、カップルで買いに来てんだ。そう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 、幸せだね。え、ね、そう、めっちゃ楽しそうなの。めっちゃ幸せやった。え、いい感じじゃん、超いい感じ。ちょっとなんかね、インスタグラムちょっと撮っとこう。そうだよ、自慢げに撮っちゃおう。はい、こちらが私の作品。素晴らしい。素晴らしいでしょ。今までみんながバカにしてきたの、私のことを。何にもできない女だと思ってる。ドーナツは作れるんだからね。おお。いいんじゃないですか。いいよ、いいよ、めちゃくちゃいいよ。いいんじゃないですか。ドーナツじゃん。え、可愛いんじゃないこれ、もしかして。めちゃくちゃ可愛いね。あ、カスカスやん。カスカス。油使わずにここまでこうサクサクにできるってすごくない？なんかケーキ、半分ケーキ、中ふわふわ、うん、カリカリのふわふわや、うん、ほんほん、うん、おいしい、うん、そう、ね、そう、水分持ってかれちゃう。喋りながらライトいいっすよこれ。うん、ライト燃えるライト燃えるよねこれ。うん、ね、コーティング、あ、コーティング用のチョコを湯煎で溶かす。そうそうそう。じゃあもしコロナが落ち着いたら
行きたい旅行先はどこですか？ありすぎるな。ありすぎる。国内？じゃあ国内で。国内。うん。だでもそれこそ私沖縄行ったことないから。あ、そうなんだ。沖縄行きたい。沖縄だね。あと、うん、山口に友達がいるから。うん、そう会いに行きたい。山口県か、いいね。すごい、溶けてる溶けてる。なるほどね、チャシャってつけてそうそうそうコーティングするんだ。シュガーペーストパウダーっていうのがあるんだけど、本当は、うんうん、溶けない砂糖と卵白を混ぜて、まあ、シュガーペーストの素を作ると。粘土遊びです。今日はもう粘土すごい好きだったな、私小学校の時、うん、楽しいよね。だって私小学校の時粘土好きすぎて粘土で作文書いたもん。粘土で作文意外と入選したから。入選したんだ文才トッピングの準備が始めております。今日はこちらのね、着色料。すごくない？これかわいい。これ絞りも、器もいろいろないと楽しいよ。こんな風に絞れるかな。いろいろみーちゃんが用意してくれました。そうそうそう、初めて見た。紙粘土だね、本当に、ね、あー、なるほど。結構固め。そうそう、うん、思ったよりも固い。行くぜ。行きます行きますよ。こうでいいのかしら。どうだ。あ、おお。え、ほら、かわいい。かわいいかわいい。もうかわいい。これで売ってるもん。え、めっちゃいい感じ。え、すごいよ、いい感じ。せんちゃんもやってください。やってみます。行くよ。いや、怖い。半分ぐらい。お、めっちゃいい。どうどうどう。ほら、よくない？え、めっちゃかわいい。綺麗じゃん。え、めっちゃめっちゃ。いい感じよ、すごく、ね、すごくいい感じだね、うん、振りかけていきます。あとキャラメル、キャラメルクランチちょっと開けちゃったけど入ってるか。入ってる入ってる。いちごたくさん乗せちゃう、今日サービスで。いいじゃん入れます。頑張れ頑張れ。あ、なんか何何トゲになったんだけど柔らかくなかったのかな、ね、まあでも伸ばせばね、うん、ですか。いいですよ。はい、ピンクだからね。ジャパジャパすごいよ。チュピチュピ。てか下の層といい感じになって、こういい感じ。マーブル、マーブルすごい、なんか原宿系って感じ。原宿系、めちゃくちゃ色がすごい、うん、ね。二度漬け三度漬けをしてだいぶいいピンクに。すごい可愛いんだけど、星だらけにしちゃう。めちゃくちゃ中学生に受けるよこれは。こういう筆箱の人いたもんね。いや、いたいたいた。ついなぁ、こういうの成功したら試しないからなぁ。シュガーペーストです。シュガーペーストです。アイシング作業してます。イエーイ。着色中です。花を作ります。あ、そういう感じでやるんだ。そう、はい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 。もう一枚いくかいかないかみたいな感じ。いったわいいかな。かわいい。お花の形になってるよ。なってます。チョコペン。え、絶対かわいい。それかわいいよね。チョコペンよ。絶対それやったらかわいい。それは高校生。あ、これ高校生向け。高校生向け。高校生向けね。すごいいい才能開花。いや、開花してるよだいぶ。おかしいっす。花帯だこれ何？人だよやっぱり。人で人で、スタッフィーだよこれ。スタッフィースタッフィーいたよね。はい、こちらみーちゃんの作品。お花畑。そう、お花畑。お花畑かわいい、いい感じ。ハートモチーフまあちょっとこれまた中学生受けを狙って。そうだね。じゃじゃん、ハートモチーフのドーナツ。え、絶対かわいい。かわいいでしょこれ。それもらえたら嬉しい。これ本命。本命これ告白するときにこれ渡せばいい。それもらった人告られたってことだよ。そうそう、これは本物よ、うん、これが来たらお遊びだからこわ。それ何、ハートなの？一応ハートですね、目が良くないよねなんで青にした 笑ってんだよこれこんな体にされちゃって殺して殺してってやつ気づいちゅうだはい、ではドーナツが完成しました。イエーイイエーイではでは公開してきます。
どうぞ。こんな感じです。すごい。みーちゃんが作ったニコちゃんマークのめっちゃ可愛い。これこれね、かなりお気に入り、お気に入り。私が作ったやつね、これ。これね、エンジェルエンジェルとラブ。ほお星なのよ。めっちゃダサいのよこれ。そしてピオね。ピオ、ピオはね、ひどいね。本当に意味が分かんない。このオレンジとか緑のやつはシュガーペーストで作ってあります。私が作ったシュガーペーストはこのピオ。あ、それ気になってる？これ気になってる。それ言ってください。それドーナツが、はい、できましたよ。できました。できました。できました。はい。すごくない？すごい。やったー。イエーイ。デコレーションに時間がかかりましたね。かかりました。約、2時間ぐらい。2時間ぐらい。労働、労働。はい、頑張りました。いただきまーす。ラブいね、これ。おいしい。うん。めっちゃ。おいしい。いい感じに甘いわ。うん。ね、うん、甘さちょうどいいね。甘さちょうどいい。ちゃんと意外とドーナツだね。うん、ドーナツ、ドーナツ。うん、水の中だったら、うん、なんだっけ。似てることわかる。茶色いやつだな。うん。金のさ、黄色のさ、うん、かかってるじゃない。違うね。私が言おうとしたやつと思い出した。オールドファッションだ。全然違え。すごいよ。すごい。アメリカン。アメリカン。うん。見て、エンジェルエンジェル。激ダサだから、これ。作ってても嫌気がさせてな、これ。インスタに載せますので、よかったらインスタの方もフォローお願いします。みーちゃんもインスタやってます。うん。料理屋さんってやってます。やってます。生地が甘さ控えめだから。そうだね。うん。本当になんかね、重くないのよ。うん。食べれちゃう。そう。センちゃんの推しですね。センちゃんの推し。こちら。はい。トップで。ニコちゃんドーナツです。ほら。これみーちゃん作の。かわいい。原宿で売ればいい。でもノンフライヤーだけあって油を使ってないから、うんうんうん、多分胃がもたれない。もう全然もたれない。もたれない。みんな体にいいからおすすめ。みんな健康にね、行きましょうね。うん、あ、いい、うん。いい締めじゃん、なんか。締めようとしてる、なんか。はい。みんな本当にみーちゃんありがとう。いえいえ、うん。ありがとうございます。はい、はい、ということで今回はノンフライヤーを使ったドーナツの動画でした。みーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではせんちゃんとみーちゃんでした。バイバーイ。